体の変化を確かめ、移動中にジャンプとかしてみるといいかも。わかった。ここでいいのか。うんうん、こっちでも確認できたよ。すごいな、いつもより体が軽い。あ、ちょっと待って、前方から何か来るよ。あれはグリーンジェリー。ちょうどいいわ。黄色はアーツの力。簡単に攻撃方法を説明するね。攻撃は攻撃ボタンを押すことで出せるよ。頑張ってね。やったぜ。すごい。あ、急にどうしたの。さっき渡した装置の右上にあるマップで、移動する前に、ま、っの位置。他の機能はそれ、うんうん、行き過ぎないように。いることだし、さっきさらにこれを駆使して。わかった。グリーンジェリーの、怪我を移動する前に回復しておく。
ぜ。回復できたみたいね。グラネ、回復できるのは便利でいいんだけど。もうもちろんあるわよ。スキルリストにアイテムをセットしてみる。さ、回復。了解。もうすぐアジトに。もうテストは終わりか。そんなことはないみたいだぞ。ってなんだ。いや、こっちからも何か来るぞ。後ろからも。マクレス落ち着いて。今のみんななら負けない。あ、生まれてもな。よし、うんうん、戻ってこれた。グラネーたちが待ってるし、早くグラネーに報告しに行かないと。さっ、そうだった。おかえり。みんな無事に戻ってきてくれて本当によかったよ。でもそんなにすごかった？いや、すごいなんてもんじゃなかった。ロボトンのパワー、まるで体の奥底から。そう、それ。これをアジトの警備に。何言ってんだよグラネ。今まではやられっぱなしだったけどよ。気持ちはわからんでもないんだ。そうだな、危険すぎる。そうだよ悪人。なんでだよ。確かにヒーローアーツの。俺はもう子供じゃない。だいたいシャウトのおっさんだって。俺は若い頃。俺だって剣の。アクレス、ダメ。いらねえの。そうよ。だった。でもね、アクレス。でもアクニー、また強くなったぜ。ってとは何あるかな。アクレス、元気にしてたか。